チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、日本海は国際表記、韓国で使用されていないだけ、結論、についてです。ドラマ、24JAPAN、始まりました。まだ、しっくりきていないマリナです。今回、日本政府の積極的な外交努力により、ドイツ・ベルリンの、慰安婦少女像の撤去が言い渡されました。ドイツも本当にいい迷惑ですし、被害者ですね。こんなことばかり外国でも行われているので、寄付金集金マシーンについて、世界が知るところとなって、それはそれで良いことでしょう。韓国政府は一層苦しい立場に立たされるのですから、自業自得ですし、本当に呆れてしまいます。ムン大統領は先月16日に、菅首相に、就任を祝うメッセージ、対話の窓はいつでも開かれている。冷え込んでいる日韓の対話を再開しよう。という伝文を送っておいて、平気で菅政府に対して、韓国政府は、日本軍制度規制問題解決のための、正義記憶連帯、正義連、という輩と組んで、日本を貶めようとしているのです。日韓関係改善に意欲なんて、さらさらないムン大統領なのに、今回も平気で批しました。茂木外相は、国際法に違反しているのは韓国、として、従来の立場を繰り返しただけですが、韓国外交部報道官は、慰安婦像設置に対する日本政府の抗議に関して、民間の自発的な動きに、政府が外交的に関与することは、望ましくない、と曖昧な態度を示しました。関与しているのは、あなた、韓国の方でしょう。韓国政府が、民間の自発的な動きに、積極的に外交的関与をしているのですよ。だからこんなことが起こるのです。こんなことが世界のあちこちで、日本を貶めようという団体がたくさんあります。そこで、今日はそのような団体について、似たような事案がありましたので、ご報告します。ある韓国の市民団体が、東海を、日本海、と表記したとして、フランスの有名博物館に是正を要求しましたが、博物館側が、韓国の市民団体の要求を拒否したというニュースです。韓国、オーマイニュースから、サイバー外交施設、バンクは、フランスのパリにある観光スポットの、国立人類博物館、ケブランリー美術館で、日本、中国の伝統的な衣装の紹介展示地図に、韓国の領土がまるで、中国の領土であるかのように、表記されていることと、日本海を発見し、昨年12月から継続的に書簡を送り、異議是正を求めている。バンクは、この地図が、日本海と単独表記しているので、東海兵器を要求しました。また、アジアの国の伝統衣服紹介展に、韓国の韓服も追加してくれることも要求しました。博物館側は1日に、10ヶ月ぶりに送ってきた公式の回答を介して、すべての是正要求を拒否しました。拒否しました。残念でしたね。この博物館のジュリアン、ルクソアジアコレクションキュレーターは回答で、この地図で韓国を中国の領土と表記した事実については、申し訳ありませんが、他の大きな地図は、国境が正しく表記されている、と説明しました。そして、一般的に小さな地図は、陳列された作品に関連する国だけ表記する、と付け加えました。そして、東海を、日本海、と単独表記した部分は、日本海という名称が韓国では使用されていないのでしょうが、これは国際的な名称、と主張したのです。つまり、自分の国の物差しで発言するなと言われてしまったのです。さすが、文明大国フランスです。韓服の展示要求については、かつて韓国の衣装を常設展示に、展示したりしました。これから韓国関連の展示を、より発展させたい、と了解を求めました。これに対して、サイバー外交施設バンクは、他のコーナーには、隣国の衣装が展示されていなくても、その国との国境と国の名前は、入れてくれているとし、
博物館側の主張はこの事実と違うと反論しているのです。イチャモンです。そこで、このイチャモン集団、サイバー外交施設バンクとは、どんな団体なのでしょうか。軽く調べました。今年2月に、放射能汚染を連想させる、東京五輪のポスターを制作した、韓国の民間団体がありましたよね。それがバンクという団体です。バンクは、韓国政府のプロパガンダを代行する団体です。民間団体であることを強調していますが、韓国政府から予算をもらっているので、政府の関連団体です。この団体が政府の影響下にあることは明らかです。例えば、韓国政府が日本との関係改善を行おうとしているタイミングなのに、空気を読めずに、今回ドイツ慰安婦少女像の問題を引き起こしています。しかし、バンクは政府に対して、批判的な意見は一切言いません。バンクの設立は1999年。当初は、海外にペンフレンドを作り、交流を通じて韓国の正しい姿を伝えることが目的でした。ところが2005年に、真珠湾 P 劇、南京大 PP、フィリピン捕虜 PP の動画を制作して、ウェブ上で、アメリカやアジア各国に広報する、ディスカウントジャパン運動をはじめ、反日団体として知られるようになりました。団長のパク・キテは、韓国の外交通商部スポークスマン室、コミュニケーション諮問委員、大統領直属青年委員会メンター委員、ソウル市広報大使を兼務しているので、明らかに政府が絡んでいます。バンクは韓国人15万人、外国人2万人の会員を抱えるらしい。自分たちの意見を正当化しようと、日本の悪口を世界中に広めるなんて国は、他にありません。日本海だって、東海と呼んでいるのは韓国だけで、日本批判をして貶めようなんて、嘆かわしいと言うしかありませんね。これまでバンクがターゲットにしたのは、日本海故障問題、竹島問題、慰安婦問題などで、特に熱心なのは日本海故障問題です。世界中の地図制作会社や出版社に、日本海、シー、オブ、ジャパン、だけでなく東海、イースト、シー、も併記するよう訂正を求めているのです。しかし最近では、韓国の執拗なプロパガンダが世界に広まり、駆逐されてきている感じもしますが、さらに注視していきましょう。今回は、フランスのケブランリー美術館、あっぱれでした。さくらちゃんもみさきちゃんも元気です。結構顔を合わせてウォーキングもしてます。お兄ちゃんとさくらちゃんは相変わらずリモートのままみたい。電車の混み具合もだいぶ元に戻ってきてる。早く経済が元に戻るといいなって思ってるマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。